ハーバート・スペンサーハーバート・スペンサーは、イギリスの哲学者、社会学者、倫理学者。チャールズ・ダーウィンの種の起源を読み、そこで表現されている自然選択説を適者生存と言い換えたことで知られる。スペンサーは適者生存を生物の進化に限らず、社会学や倫理学にも応用して、議論を展開した。スペンサーの著作は多岐にわたり、倫理学。 宗教学、人類学、経済学、政治理論、哲学、文学、天文学、生物学、社会学、心理学など幅広い分野に貢献する博識者として知られている。イングランド、ダービーの非英国国教会の家庭に生まれる。父親のウィリアム・ジョージ・スペンサーはメソジスト派からクエイカーに回収したことで知られ、息子ハーバートに、 あらゆる権威に対して対抗するような申請を伝えようとしたようである。ジョージ・スペンサーは、ヨハン・ファインリッヒ・ペスタロッチの進歩的な教授法に基づいて設立された学校を経営し、チャールズ・ダーウィンの祖父であるエラズマス・ダーウィンが1783年に設立した科学協会であるダービー哲学協会の初期を務めた。ジョージはハーバートに、 エラズマス・ダーウィンのとジャンバティストラ・マルクの進化の概念を伝えたようである。はじめは教師であった父の方針で学校教育を受けず家庭で教育を受けたが、その後時、トーマス・スペンサーの経営する寄宿学校でラテン語や数学、物理学などを学んだ。トーマスは老いに自由貿易と反国家主義的な政治見解を教えたようである。十七歳で、 ロンドンバーミンガム鉄道の鉄道技師として働き始め、空いた時間に著作活動を行った。1843年に最初の著作、政府の適正領域を観光。1848年から1853年の間経済誌、エコノミスト誌の副編集長を務め、その間に最初の本、社会性学を出版した。社会性学には、 人間性が社会生活の要求に応えるようになれば必然的に国家は衰退するだろうと予見している。この頃、ウェストミニスターレビューを発行していたジョン・チャップマンのサロンに招待されたスペンサーは、ジョン・スチュアート・ミル、ハリエット・マルティノー、ジョージ・ヘンリー・ルイス、メアリー・アン・エヴァンスなど、ロンドンの急進的な思想家やジャーナリストと違を得ることとなった。またスペンサーは、 トーマス・ヘンリー・ハクスレーとも信仰を深めることとなる。中でも、エヴァンスとルイスとの縁によって、ミルの論理学の体系、オーギュスト・コントの実証主義に出会ったことは、スペンサーの生涯のライフワークを決めたと言えるだろう。1853年に、おじの遺産を相続すると副編集長の職を辞し、在野の研究者として、著述に専念することとなった。1858年に、 総合哲学体系と称した一連の研究計画を発表した。これは進化の原理が生物学だけでなく、心理学や社会学、道徳にまで適用可能だと実証することも目的としたものでした。当初の予定では20年かかると思われた出版計画は最終的に40年かけて完成することとなった。 1870年代、最も有名な哲学者となったスペンサーは、1869年までに出版した本や連載によって、単身生活ができる程度の収入を得るようになっていた。著作はドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語、ロシア語、日本語、中国語、その他多くの言語に翻訳され、ヨーロッパや北米各地で賞賛を受けることとなった。スペンサーは、 アソニームクラブや X クラブといった紳士クラブのメンバーとして活動することとなった。こういった紳士クラブにはジョン・ティンガルやジョン・ラボックも参加しており、その縁でスペンサーは科学界でも影響力を持つようになった。人生最後の数十年は幻滅と孤独感が増大していたようだ。生涯結婚することはなく、また医師が診断できない痛みや病気を、 訴え新希少気味だったと伝えられている。晩年保守的見解が強まり、社会性学では支持していた女性参政権にも反対するようになった。中英講師を務めていた森有則にも大きな影響を与えたと言われる。晩年まで著述を続け83歳で死去した。スペンサーは1851年に社会性学を、1852年に発達仮説を、 1855年に心理学原理を出版した。それから社会学原理、倫理学原理を含む総合哲学体系を35年かけて完成させるなど多くの著作を出版した。スペンサーは社会性学の中で他の人々の同様な自由だけによって制限される陽動な自由という古典的自由主義の原理を提唱した。これは ロバート・ノージックら20世紀のリバタリアンの先駆とされる。さらに帝国主義と政府機能の拡大に反対した。最初の著作、政府の適正領域で彼は司法の執行だけが国家の唯一の義務と主張している。スペンサーの著作は彼の進化という着想に貫かれている。社会進化論という概念はこれらの著作から発している。彼の著作、 第一原理は現実世界のすべての領野に通定する進化論的原理の詳しい説明である。スペンサーは人間社会が軍事的タイプから産業的タイプに進化していくとした。ポピュラーな用語、進化とともに適者生存という言葉はダーウィンではなく社会進化論のスペンサーの造語である。スペンサーはオーギュストコントの実証主義と社会学思想に 大きな影響を受け、社会学の創始者の一人としても有名である。コントによれば、社会は三段階の一般的な法則によって進歩するという社会文化進化論を提唱していた。しかしスペンサーは、当時の生物学の影響を受け、コントの実証主義のイデオロギー的な側面を否定し、自身の唱えた、生物学的、心理学的、 社会学的に適応可能な進化の原理に基づいた社会学理論を構築しようとした。一般にこの社会学理論はラマルク主義と俗に言う社会ダーウィニズムを混ぜ合わせたものとされているが、この見解はおおよそについては間違いである。一部社会ダーウィニズムとされる主張と一致するものも見られるが、彼の著作において中心となるのは社会の発展について軍国的な社会と 産業的な社会がどのように進化するのかであった。階層と服従の関係に構造化された軍国社会は単純で未分化であり、産業社会は自発的な契約上の社会的義務に基づいて複雑であると区別されていた。スペンサーが社会的生物として概念化した社会は普遍的な進化の法則に従って、 より単純な状態からより複雑な状態へと進化していった。スペンサーは社会の進化がアナーキズムをもたらすのか、それとも契約の執行と対外防衛という最低限の機能に縮小されたとはいえ国家の継続的な役割を指し示しているのかについて今では曖昧になっているが産業社会は社会性学の中で展開された理想的な社会の 直系の子孫であった。こうしたスペンサーの社会学は有機体のメタファーを用いて社会をシステムとして把握し、これを維持、分配、規制の各システムに分かち、社会システムの構造と機能を分析上の中心概念とする。そのため社会有機体説と呼ばれる。この点で現代社会学における構造機能主義の先駆とされる。 多くの人は、それは、積極的に危険であると考えていた。ビルヘルム・ディルタイのようなこの時代の解釈論者は、自然科学と人間科学の区別を開拓することになる。アメリカでは、社会学者のレスター・フランク・ウォードが、アメリカ社会学会の初代会長に選出され、スペンサーの自由法人主義と政治倫理学の理論に対して、必要な攻撃を開始した。ウォードは、 スペンサーの仕事の多くを称賛していたが、スペンサーの以前の政治的バイアスが彼の思想を歪め、彼を道に迷わせていたと信じていた。20世紀に入る頃には、ドイツの社会学者の第一世代、特にマックス・ウェーバーは、方法論的な反実証主義を提示していた。しかし、自由法人主義、適者生存、自然法則のプロセスにおける、 最小限の人間の干渉というスペンサーの理論は経済学や政治学の社会科学の分野で永続的であり、さらには増大していく魅力を持っていた。1880から90年代の明治期日本ではスペンサーの著作が数多く翻訳され、スペンサーの時代と呼ばれるほどであった。例えば1860年の教育論は、 関新八のわけで1880年に、ここ市教育論と題して刊行され、スペンサーの教育論として広く知られた。その社会進化論に裏打ちされた、スペンサーの自由法人主義や社会有機体説は、当時の日本における自由民権運動の思想的支柱としても迎えられ、数多くの役所が読まれた。板垣大輔は、社会性学を民権の教科書と評している。 1883年、森有則の圧戦で、板垣大輔がスペンサーと会見したとき、板垣が白色人種の語る自由とは、実質としては、有色人種を奴隷のごとく刺激した上に成り立っている自由であり、これは白人にとって、都合の良い欺瞞に満ちた自由であると発言したことに、対して、スペンサーは、封建性をようやく出した程度の当時の今だ。 憲法を有していない日本が白人社会と肩を並べて語るには傲慢であると論を尻け、板垣の発言を空理空論となじり、なおも反論しようとする板垣の発言を制し、ノー、ノー、ノー、と席を立ち喧嘩別れのようになる一幕があった。このようなことがあったことから、日本では欧米諸国に追いつく、よう、 社会制度の研究が緊急課題となり1886年には、浜野貞志郎らの訳によるスペンサーの西方哲学が出版されるようになった。スペンサーの愛読者であった哲学者の井上、哲次郎は1880年代のドイツ留学中に晩年身寄りもなくイギリスの地方を転々としていたスペンサーを探し、奇遇先のグラントアレンタクまでわざわざ訪ね、 面会の記念に帽子と傘をもらった話を回顧録に残している。ありがとうございます。